皆さん、こんにちは。今回の動画は、コマザの入試、どう変わるということで、コモザの一般入試について簡単に説明をした後に、その後、今年度の変更点がどのような部分なのかを解説していきたいなというふうに思います。この動画を通して、コモザの入試について少しでも知っていただけたらいいなというふうに思っています。それでは早速、動画に入っていくんですが、まずは簡単な入試の形態ですね。3つの入試形態、コモザ学の3つの入試形態、これは一般試験においてですね。 共通テスト利用を除くということは、この3つの一般試験の形態に共通テストを利用したものがあるよというふうに覚えておいてください。で、この3つの入試形態。1つ目が全学部統一日程選抜。2つ目が一般選抜 T 方式。それから3つ目が一般選抜 S 方式というふうになります。 1>, 1つ目の全学部統一日程というのは最大3学科まで併願可能で全国12会場で受けることができる試験になっていますということでいわゆる全学部統一の普通の普通というか全学部統一で1つの日に全学部の試験をやっちゃうというやつですねで最大3学科まで併願ができるよということになってきますで2つ目この一般選抜と T 方式というのは3科目300点満点要するに配点がフラットなわけですね で、日程が異なれば、もちろん併願することが可能だよということで、いわゆる普通の入試の形態がこの T 方式なのかなというふうに思います。で、3つ目。一般選抜 S 方式。T のとは違って S 方式っていうのが、各学科指定の科目が200点になり、400点満点になるよということで、例えば、その学科によって、国語が200点になったり、英語が200点になったり、この学科の指定によって違うんですが、その S 方式っていうのを設けている学部学科では、 その、配点を200点にして400点満点にして採点をするよ。それが入試の形態になっているよ。ってことになっています。以上が3つの入試形態と、これに共通テストを使った入試の形態があるというふうに思い入れてください。ここまでが入試の簡単な形態で、では、変更点としてどういうものが挙げられるのかということで、変更点4つに変わるところを4つまとめてみました。今年度変わるところですね。1つ目、全学部統一試験で情報の選択が可能になります。 情報を勉強していた受験生にとっては朗報かなというふうに思います。二つ目、仏教学部で共通テストの中期日程ってものがあります。それが二科目で出せたのが三科目になるようってことでした。で三つ目、グローバルメディアスタディーズ学部ここの学部が今年度入試形態では一番変わるのかなと思います。ここの学部の入試形態が変わるのが今回の駒澤大学の入試の変更点のポイントになってくると思います。 t 方式の3月、3月のやつが廃止になります。ですが、普通の t 方式はあるわけですね。普通の t 方式が3科目事件。今まで2科目で受けたりしたものが、英語、国語、この国語は現代文ですね。この現代文の国語が確定して、それ以外に選択を1つ取って3科目受験をすることになっています。で、その選択科目のうち選べるのが、数 2b、地歴 b。 それから政治経済、それから情報、この名口の1つを選択科目として、あと英語と国語、現代文を受けるということになってきます。それから S 方式というので、英語の外部試験の利用が可能になります。ですので、この英語の外部試験のスコアを提出すると、その英語の独自問題をです、ね、受けないで、その外部試験のスコアを使って採点してもらうことができるいというふうになるわけなんですね。ただ、その英語の独自問題も受けて、ど受けて、 その提出したスコアと高い方、どちらか高い方を使ってもらうっていうようなこともできるので、えーまあ、他の大学と同様、この外部試験をのスコアを持っておくと選択肢が広がって少し有利になるのかなっていうような方式になっていますね。えー、このグローバルメディア・スタディーズ学部、TO 式、s、SO、式変更があったので、ここの部分を受験、えー、考えているこの、えー、ここの学部の合格を狙っているという受験生はあ要確認になってくると思います。それから4つ目が経営学部。 市場戦略学科の S 方式というのが廃止になってしまいますということが、この小松大学の入試の変更点として挙げられるところになりますということで。全体として、大学全体として大きく何か共通テストで変わるということはないのかもしれないんですが、この学部によっては、このグローバルメディアだったりすると結構大きく変わってますし、それから廃止のところですね、この廃止されるというところは気をつけてくださいということになってくるんですが、この T 標識も。 こちらの普通の T 様式があるのでそこのところも誤解しないでほしいなとも思います。あとはそうですね情報が選択可能になってくるよっていうのも大きな変化かなというふうには思います。以上が駒澤大学のこの一般入試の形態の簡単な説明とこの変更点の解説になってくると思います。駒澤大学を受験考えている受験生の皆さんぜひ勉強を頑張ってみてください。それでは今回の動画はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。